姉崎古墳群は、千葉県市原市の養老川下流域南岸の中石地と標高30メートルから40メートルの大地にかけて、立地する4世紀後半から7世紀後半にかけての古墳群である。養老川下流域南岸の中石地と大地上では、これまでに前方後円墳11基、前方後方墳2基、円墳20基、方墳1基の存在が確認されているが、 すでに消滅した古墳も多い。第一の北園には、前方部を西に向けた、全長130メートルの暴走最大の前期、古墳である姉崎天神山古墳があり、その北方の平野部の砂丘上には、全長103メートルの姉崎双子塚古墳がある。姉崎天神山古墳の西600メートルのところに、姉崎神社が鎮座し、その南には、 全長86メートルの釈迦山古墳がある。この神社は、上海上国の宮津湖による創始伝承があり、上海上国の宮津湖の氏神と見られる。なお、釈迦山古墳の西約100メートルの大地上に、全長69メートルの山王山古墳があったが、開発に先立つ、調査後消滅した。また、 姉崎天神山古墳の南600メートルの丘陵上には綺麗いし摘みの横穴式石室を南に向けた前方後方墳、六、孫王元古墳がある。これらの古墳の系譜をたどると、最古と見られる前方後円墳は、群中最大の姉崎天神山古墳であり、四世紀前世から中央の築造と推定され、釈迦山古墳がそれに続き四世紀後半の築造と、 考えられている。中期古墳としては5世紀後半の築造とみられる姉崎双子塚古墳があるが、その他は中期の前方後円墳は知られていない。後期には6世紀前半の三農山古墳、末期の7世紀には前方後方墳である6、孫王元古墳が築造されているが、自家古門石枕などの有品を出土した姉崎。 双子塚古墳に比べ後期後半の古墳の様相は、古わず、その後の養老川下流域の主張には、かつてほどのハエは見られない。ありがとうございます。